菅田将暉の好きなところランキング。今や日本のドラマ界、映画界の最重要人物と言っても過言でない俳優菅田将暉。たくさんの魅力を併せ持つ菅田さんですが、皆さんは菅田さんのどんなところがお好きなんでしょうか。今回は 17,004 名の方に菅田将暉さんの好きなところをお聞きしました。とその前にチャンネル登録もお願いします。第10位、目力が強い。キリッとした目元がいい。演技で目の動きで感情を表している。初めて見た時から印象的な目だと思った。笑顔であってもうつろな感じであっても菅田さんの目は魅力的ですよね。男女に関わらず、あの目で見つめられて普通に演技できる相手役の役者さんもすごい気がしてきました。第9位、ギターがうまく作詞作曲ができる。才能を感じる。歌がうまいのはもちろんだけど、作れるのはすごい。豪華な提供陣の曲に混ざっても埋もれていなかった。歌っている俳優はたくさんいても作詞作曲ができる人は限られますよね。第8位、遊びに仕事に全力なところ。人生を楽しんでいる感じ。仕事への姿勢が素晴らしく、交友関係も広いのがすごい。仕事と遊び、理想的なバランスを持っている人だと感じます。菅田さんの何事にも全力で取り組む姿勢は本当に好感を持てますよね。ポジティブな雰囲気が周りに人を集めるのでしょうね。第7位、危険な空気を漂わせる。これは出そうと思って出せるものではない。危険な色気とでも言うのかな。他の俳優にはない魅力。ワイルドにもなれるのが菅田さんの凄さ。男性からの支持を集める理由でもありますね。第6位、トークが面白い。関西弁で軽快に話しているところを見るのが好き。テレビを見てるとユーモアがあるなぁと思う。ラジオでのトークを器用にこなしている。あのオールナイトニッポンでもパーソナリティを務めている菅田さん、歴史ある番組に選抜されていることからもトーク力の高さがうかがえますね。第5位、話題の大作からミニシアター系まで様々な作品に出演している。実力がなければできないこと。いろいろな作品に出ていてそれぞれ色が違う。小さな映画の脇役をしてる時ですら魅力的なのが菅田将暉。デスノートや定位置の国に主演しつつ、そこのみにて光り輝く、ああこうや、生きてるだけで愛のようなミニシアター系の映画にも出ている。そんな役者他にいませんよ。第4位、 CM などで見せる無邪気な笑顔。お兄ちゃん役には好感が持てます。可愛くて CM の度に癒されています。笑った顔が一番好き。年齢層高めの方からもお兄ちゃんが好きというコメントがたくさん集まりました。菅田さんの笑顔には嘘っぽさがないですよね。第3位、やんちゃな少年のような一面を見せる。ひたすら可愛い、めでたい。弟にしたいくらいピュア。ずっと変わらずにいてほしい。菅田さんの少年のような魅力には誰も抗えませんよね。プライベートでは弟たちとも仲がいいとか、お兄さんとしての菅田さんの一面も見てみたいです。第2位、気取らない性格。いつ見てもマイペースで応援したくなる。誰に対しても触れ合う様子が自然。真面目で礼儀正しいのに作った感じがしないのが素敵です。自然体でいることって実は一番難しくってかっこいいです。菅田さんの魅力の根源はここにあるように思いますね。そして菅田将暉の好きなところランキング注目の第1位は、幅広い役を演じられる。とにかく役者としての振り幅が大きい。素晴らしい。可愛いと思わされたり怖いと思わされたり、本当にすごい俳優さん。本人のイメージに縛られない高い演技力。演じる役柄によって印象が大きく異なる菅田さん、映画やドラマに出るたび新しい表情を見せてくれるので見ていて絶対に飽きない。
チンピラから天才まで演じますが、そのどれもに説得力がある。どの理由にも納得。ランク外にはなりますが、ファッションセンスがいいところが好き、芸術的な才能があるのが好きなどのご意見も多数ありました。カリスマ性があるのに身近な感じもする、そんな不思議な魅力を持つ菅田将暉さんが大活躍することはもはや必然。今後もいろいろな面を見せてほしいですね。以上、菅田将暉の好きなところランキングでした。あなたが思う菅田将暉さんの好きなところは入っていましたか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。取り上げてほしいランキングも募集中です。高評価ボタン、お友達へのシェアもお願いします。チャンネル登録して次回のランキングもぜひチェックしてくださいね。